私のミスでした。私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。結局、この結果にたどり着いて初めて、今さらずうずうしいですが、お願いします。先生、きっと私の話は忘れてしまうでしょうが、それで何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で同じ選択をされるでしょうから。ですから大事なのは経験ではなく選択、あなたにしかできない選択の数々。ものについて話したことがありましたね。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択、それが意味する心ばえも。ですから先生、私が信じられる大人であるあなたになら、このねじれて歪んだ先の終着点とはまた別、そこへつながる選択肢はきっと見つかるはずです。だから先生、どうか。先生、先生、起きてください。先生、少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。なかなか起きないほど熟睡されるとは、夢でも見られていたようですね。ちゃんと目を覚まして集中してください。もう一度改めて今の状況をお伝えします。私は七神凛、学園都市キボトスの連邦生徒会所属の幹部です。そしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生のようですが、推測系でお話ししたのは、私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです。混乱されてますよね。わかります。こんな状況になってしまったこと、遺憾に思います。でもどうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。学園都市の命運をかけた大事なこと、ということにしておきましょう。
キヴォトスへようこそ。先生、キヴォトスは数千の学園が集まってできている巨大な学園都市です。これから先生が働くところでもあります。きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて、最初は慣れるのに苦労するかもしれませんが、でも先生ならそれほど心配しなくてもいいでしょう。あの連邦生徒会長がお選びになった方ですからね。それは後でゆっくり説明することにして。ちょっと待って、大工見つけた。待ってたわよ、連邦。隣の大人の方は？主席行政官、お待ちしておりました。連邦生徒会長に会いに来ました。風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されています。ああ、面倒な人たちに捕まってしまいましたね。こんにちは。各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会、風紀委員会、その他時間を持て余している皆さん、こんな暇そう。大事な方々がここを訪ねてきた理由はよくわかる。今学園都市に起きている混乱の責任を問うためにでしょ。そこまでわかってるなら何とかしなさいよ。連邦生徒会なんでしょ。数千もの学園自治区が混乱に陥ってるのよ。この前なんかうちの学校の風力発電所がシャットダウンしたんだから。連邦共生局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありました。スケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました。戦車やヘリコプターなど出どころのわからない武器の不法流通も 2000% 以上増加しました。これでは正常な学園生活に支障が生じてしまいます。こんな状況で連邦生徒会長は何をしているの？どうして何週間も姿を見せないの？連邦生徒会長は今席におりません。え？やはりあの噂は。結論から言うと、サンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため、今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態です。認証を迂回できる方法を探していましたが、先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでした。それでは今は方法があるということですか、主席行政官。はい、この先生こそもフィクサーに。この方が。ちょっと待って、そういえばこの先生は一体どなた？どうしてここにいるの？キヴォトスではないところから来た方のようですが、先生だったのですね。はい、こちらの先生はこれからキヴォトスの先生として働く方であり、連邦生徒会長が特別に指名した人物です。行方不明になった連邦生徒会長が死ね。ますますこんがらがってきたじゃないの。こんにちは先生。私はミレニアムサイエンススクールの、いや挨拶なんて今はどうでもよくて。そのうるさい方は気にしなくていいです。続けますと。誰がうるさいって？私は早瀬優子。覚えておいてください、先生。先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました。連邦捜査部シャーレ、単なる部活ではなく一種の超法規的機関。連邦組織のため
キボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能で、各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を行うことも可能です。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりませんが、シャーレの部室はここから約30キロ離れた外郭地区にあります。今はほとんど何もない建物ですが、連邦先生をそこにお連れしなければなりません。モモカ、シャーレの部室に直行するヘリが必要なんだけど。シャーレの部室？ああ、外郭地区の？そこ今大騒ぎだけど。大騒ぎ？強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたの。そこは今戦場になってるよ。連邦生徒会に恨みを抱いて、地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原にしてるみたいなの。巡航戦車までどっかから手に入れてきたみたいだよ。それでどうやら連邦生徒会所有のシャーレの建物を占拠しようとしてるらしいの。まるでそこに何か大事なものでもあるみたいな動きだけど。まあでももうとっくにめちゃくちゃな場所なんだから別に大したことな。先輩、お昼ご飯のデリバリーが来たからまた連絡するね。大丈夫です。少々問題が発生しましたが、大したことではありません。何？ちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので、私はキボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。行きましょう。ちょっと待って、どこに行くのよ。私たちが不良たちと戦わなきゃいけないの。サンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためにはあの物質の奪還が必要ですから。それは聞いたけど、私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけど。痛いってば。あいつら違法 JHP 弾を使ってるじゃない。伏せてください、ユウカ。それにフォローポイント弾は違法指定されてはいません。うちの学校ではこれから違法になるの。傷跡が残るでしょ。今は先生が一緒なのでその点に気をつけましょう。先生を守ることが最優先。あの建物の奪還はその次です。ハスミさんの言う通りです。先生はキボトスではないところか、私たちとは違って弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。その点ご注意。分かってるわ。先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてくださいね。え戦術指揮をされるんですか。もう先生ですし。わかりました。これより生徒が先生の言葉に従うのは自然なことですね。よし、じゃあ。私たちの勝率はかなり高い。次の目標自体に移動しましょう。まずスキルカードシステムについてご説明。戦闘に参加する生徒たちは EX スキルカードを1枚ずつ持っています。そのうち3枚のスキルカードがランダム。そして好きなカードをタッチするとスキルが使える。スキルを使うためにはその分のコストが必要。コストは自動的にチャージされていき、ゲージに
だよ。前方に敵が集まって、鈴見さんのスキルは集まってスキルカードをタッチした後に。これは痛いですよ。まだ終わらないわよ。参ります。では ゆうかさんのスキルは自分で現在の状況と条件。よし、これは勝ちね。私の計算は完璧なので逃しません。参ります。まだ終わらないわよ。簡単な任務でした。なんだか戦闘がいつもよりやりやすかった気がします。やっぱりそうよね。先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったです。なるほど、これが先生の力。まあ連邦生徒会長が選んだ方だから当たり前か。それでは次の戦闘もよろしくお願いします先生。もうシャーレの部室は目の前よ。今この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明しました。若も百鬼夜行連合学院で停学になった後、矯正局を脱獄した生徒です。似たような前科がいくつもある危険な人物なので気をつけてください。あらら、連邦生徒会は来ていないみたいですね。まあ構いません。あの建物に何があるかは存じませんが、連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと、壊さないと気が済みませんね。まあ久しぶりのお楽しみになりそうです。計算は完璧。落ち着いていこう。移動します。隠れます。生徒たちは遮蔽物を発見すると、隠れている間は敵の攻撃を大幅に。無駄よ。移動します。参ります。まだ終わらないわよ。騒動の中心人物を発見、対処します。連邦生徒会の子犬たちが現れましたか。攻撃します。私はここまで、あとは任せます。逃げられてるじゃない。追うわ。いいえ、生半可な行動をしてはなりません。私たちの目標はあくまでこのままシャーレのビルまで前進するべきです。うん、まあいいわ。あいつを追うのは私たちの役目じゃないってことね。罠かもしれませんし。はい、建物の奪還を優先で、このまま逃しません。まだ終わらないわよ。単なる計算結果に振り舞いてる。正常進んでください。よし、建物の入り口まで到着。ダメ、この気をつけてください。じゅまだ終わらないわよ。移動します。クルセイダー1型確保しました。
私の学園の正式戦車と同じ型です。不法に流通されたものに違いないわ。 PMC に流れたのは不良だ、つまりガラクタってことだから、壊しても構わないわ。行く。あちらに気を取られてる間にちょっとお邪魔しますね。クルス・クルセイダー戦車は防御、ハスミさんのスキルが貫通型ですので。撃ち抜く。逃しません。隠れます。前方へ閃光弾を。まだ終わらないわよ。勝利を証明するわ。パトロールを終了します。着いた。はい。シャーレ、物質の奪還完了。私ももうすぐ到着予定です。建物に。これが一体何なのか全くわかりませんね。あら？あら？あららら？あ、失礼いたしました。お待たせしました。そうですか。ここに連邦生徒会長の残したものが保管されています。幸い傷一つなく無事ですね。受け取ってください。はい、これが連邦生徒会長が先生に残したもの。普通のタブレットに見えますが、実は正体のわからないものです。製造会社も連邦生徒会長はこのシステムの箱は先生のもので、先生がこれでタワーの制御権を回復。私たちでは起動すらできなかったものですが、先生ならこれを起動させられるのでしょうか。では私はここまでです。ここから邪魔にならないよう離れています。カステラにはいちごミルク。まだたくさんあり。ふにゃ、もうありゃありゃ、あれ
の空間に入ってきたっていうことは、そうですね。もうこんな時間。まず自己紹介から。私はアロナ。このシステムの箱に常駐しているシステム管理者であり、メイン OS、 そしてこれから先生をアシストする秘書です。やっと会うことができました。私はもちろんたまに居眠りしたりしたこともある。はい、よろしくお願いします。まだ体のバージョンが低い状態でして、特にこれから先頑張っていろいろな面で先生、あ、そうだ、ではまず形式的ではありますが生体認証を行います。少し恥ずかしいですが、手続きだから仕方ないんです。こちら、もう少しです。さあ、この私の指に先生まるで指切りして約束するみたいでしょ。はい、宇宙人の映画のワンシーンみたいですって。実はこれで生体情報の指紋を確認するんです。画面に残った指紋を目視で確認するのですが、すぐ終わります。こう見えて目はいいので。どれどれ、よく見えない。まあこれでいいですかね。はい、確認。え、真面目にやってって。最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ですって。そんな能力なくてもアロナは役に立ちますから。全然信じてないって顔ですね。だったらその最先端のなんとかさんのところに。くそ、なるほど。先生の事情は大体わか、連邦生徒会長が行方不明になって、そのせいでキボトスのタワーを制御する手段がなく、私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、連邦生徒会長についてはほとんど知りません。お役に立てずすみません。ですがサンクタムタワーの問題は私が何とか解決できそうです。はい、わかりました。それではサンクトムタワーのアクセス券を修復します。少々お待ちください。サンクトムタワーのアドミン権限を取得完了。先生、サンクトムタワーの制御権を無事に回収できました。今のキボトスは先生の支配下にあるも同然です。先生が承認さえしてくださればサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。でも大丈夫ですか？連邦生徒会に制御権を渡しても。わかりました。これよりサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい、わかりました。サンクトムタワーの制御権の確保が確認できます。これからは
連邦生徒会長がいた頃と同じように行政管理を進められますね。お疲れ様でした先生。キボトスの混乱を防いでくれたことに、連邦生ここを攻撃した不良たちと停学中の生徒たちについてはこれから追跡して討伐いたしますので、ご心配なく。それではシステムの箱は渡しましたし、もう一つありました。ついてきてください。連邦捜査部シャーレをご紹介いたします。ここがシャーレのメインロビーです。長い間空っぽでしたけど、ようやく主人を迎えることになりましたね。そしてここがシャーレの部室です。ここで先生のお仕事を始めるといいです。シャーレは権限だけはありますが、目標のない組織なので、特に何かをキボトスのどんな学園の自治区にも自由に出入りでき、所属に関係なく面白いですよね。捜査部とは呼んでいますが、その部分に関しては、つまり何でも先生がやりたいことをやっていいということですね。本人に聞いてみたくても、連邦生徒会長は私たちは彼女を探すのに全力を尽くしているため、キボトスのあちこちで起きる問題に対応できるほどの、今も連邦生徒会に寄せられてくるあらゆる苦情、支援物資の要請、環境改善、ラクダ、もしかしたら時間が有り余っているシャーレなら、この面倒、そのあたりに関する書類は先生の机の上にたくさん置いて、すべては先生の自由ですので。それではごゆっくり、必要な時にはまたご連絡いたします。ええ、サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわ。若も自治区に逃げてしまったのですけど、すぐ捕まるでしょう。私たちはここまで、あとは担当者に任せます。お疲れ様でした先生。先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょう。これでお別れですが、近いうちにぜひトリニティ総合学園に立ち寄ってください。私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻ります。ゲヘナ学園にいらっしゃった時はぜひ訪ねてください。ミレニアムサイエンススクールに来てくださればまたお会いでき、これは困りましたね。なんだか慌ただしい感じでしたが、はい。でも本当に大変なのはこれからですよ。これから先生と一緒にキボトスの生徒たちが直面している問題を解決していくのです。単純に見えても決して簡単ではない、とっても重要なことです。それではキボトスを、シャーレをよろしくお願いします先生。それではこれより連邦捜査部シャーレとして最初の公式任務を始め、
今から改めて先生のお仕事が始まります。ただまだ始まったばかりの部活なので、生徒さんの数、お仕事を円滑に行うためにもシャーレに入部してくれる生徒さんたちを募集した方が良さ。